立花、あんたって彼氏いない歴何年？マジそういうこと聞いちゃダメだって。だってなんかあいつ面白いんだもん。彼氏どころか友達もいないだろ。そういえば一緒に誰かと歩いてるとこ見たことないよね。もしかしたらあいつの声知らねえかも。友達なんて別にいらない。彼氏歴っていうか友達以来歴16年だけど。あ、チョコデニッシュも食べたいけどアップルパンも捨てがたい。じゃあ私こっち買うから、ゆうちゃんこっちか半分こしようよ。ありがとうございました。友達という名前だけの集まりはこれまでいくつかあった。この間のミサちゃんの誕生日会楽しかったよね。ミサちゃんのママケーキ作ってくれたよね。うん、すっごい美味しかった。え、ミサちゃんの誕生日会あったんだ、おめでとう。そっか、ごめんね、土曜日電話したんだけどメイちゃん呼ばなかったんだよね。